ここんんんにちはおははおようございますこんばんはですばで今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、えーま、今日のこの動画では、ま、タイトルとかサムネイル見てね入られる方いると思うので、ま、知ってるかもしれませんがセドリック・マーク・ミランがこの世を去ってしまうという出来事が起きました まあそれをハトクマは朝起きてさ、インスタの DM とかでもいろいろもらったんですけど、記事で見てさ、寝起きだからまあきっついんだけど、ジョージ・ピーターソンの時もショーン・ローデンの時もさ、本当になんか寝起きできたからすごいしんどかったんですよね。まあでも、本当にね、ただただ悲しいです。ただただ悲しいし、本当にまた偉大なね、一人の素晴らしい 選手が、まあ、もうこの世にいないと。もう二度と見れないと。彼のステージは二度と見れないということでございます。まあ、あの詳しい原因っていうのは、そこまではっきり、えー、この動画をね今撮っている時点ではまあ出てないみたいで、まあ、どうやらトレッドミル中に心臓発作を起こして、この世を去ってしまったみたいな話がまあ出てますと。まあ、心臓発作、この辺はね結構、 ああのまあ、ボディービルダーたちのね、こう、いなくなっちゃう原因の一つとしてあると思うんだけどさ、まあ、セドリック・マクミランはここ数年ね、結構まあ苦しんでましたと、まあ、体調不良ですね、コロナとか、まあ、コロナだね、コロナになっちゃって、で、2020年とかに確かコロナになってるんですよね。で、まあ骨折とかもしたからさ、2020年のオリンピアは骨折で確か辞退してたと思うんだけど、2021年に、 一年ぐらい経ってからさ、コロナの副作用が出始めたらしくて、心臓とか、あとはまあ胃とかに、まあちょっとそういう副作用、副反応じゃないけど、後遺症みたいのが来ちゃって、まあ本当に生死の境をね、彷徨ってたみたいな、本当に死にかけたみたいな話をしてました。もう何食べても戻しちゃうし、で、なんか一回心臓発作もやってるのかなまあ心臓に大きな問題をそこで抱えてしまったと。 いうことでまあ、よくね、こういう IFBB プロがなくなってしまうと、ステロイドとか、まあ、そういった、まあ、いわゆる、えー、ギアを使ったことが原因じゃないかみたいな話もあるし、もちろんね、ハトクマはそれが原因なのかも、何が本当の原因なのかも、もちろんわかりません。それが原因っていう可能性もゼロではないと思いますが、まあ、やっぱこのコロナになってしまったっていうのが、まあ、ここ数年のね、少なくとも彼の体にこう起きた悪影響の原因の主な一つにはなってたんじゃないかなと。 思います本来であれば今年のアーノルドクラシックとかでねまた見れるはずだったんだけどまあ、そことかは結構ねなんか本来は医者的にはね出ちゃダメだったんだってでもそれでも出たいっていうのでいろいろねこう体を戻すためにもうスムージーとかさ流動食みたいのでも体重増やそうとしたりとか、まあ、いろんなことしたんだけど、まあ、結局ダメで、まあ、出るのやめてで多分トレッドミル中だからさやっぱ調整とかしてたんじゃないかなって、まあ、勝手な想像ですけど思うんですよ。 まあまだこうやれる出れるみたいなさまあまあまあセドリック・マクミランのねまあ簡単な経歴話したいと思いますここでちょっとだけねえ彼は1977年生まれでまあ44歳という年齢でねまあこの世を去ったわけなんだけど2009年かなにプロになってだから32歳とかまあ3歳ぐらいにプロになってで えっと、その後、11年かな、プロデビュー。ま、あ12年のね、ニューヨークプロでこれ優勝します。ただ、そこでオリンピアとかには出ないで、オリンピアデビューは2013年でした。で、ま、あそこからアーノルドクラシックに出たりとか、ま、いろいろするんだよね。で、ま、あいい順位も取り始めてさ。で、2016年はアーノルドで準優勝もして、で、その次の年ですよね。2017年が彼の まあ、ボディビルキャリアの中で一番いい成績を取った年なんじゃないかなと思います。アーノルドクラシックで優勝いたしました。その時隣にいたのはダラス・マッカーバー大陸と呼ばれたまあ男。彼もね、すごい若い年齢でこの世を去ってしまいました。その時の彼の心臓は常人の3倍だったかな。まあ、それぐらいに膨れ上がっていたみたいですけれども、まあ、優勝して。で、2019年、これは日本のね、えー、僕含め皆さんも、えー、結構こう、覚えていることかなって思うんだけど、ジャパンプロに 出てきましたで、準優勝かな優勝はファンモレルでね。で、その年のオリンピア、まあその前に行われたね、オリンピアとかは、え彼はギリギリね、出れなかったんですよね、ポイントを足らなくて。ただ、セデリック・マクメランって軍人だからさ、アメリカのために結構、その時も仕事をね、めちゃくちゃ大変いっぱいやってて、まあそういうのもあって、なかなかその大会によっては、コンディションが甘くなっちゃったりとか、まあ調整が難しかったりするんだけど、まあそういうのもあったから、特別招待でね、呼んだりして。 で2020-21はあの冒頭お話したようにねコロナとか骨折とか怪我とかいろ、まあ、んなものに悩まされてっていう、まあ、ところですよだからさセドリック・マクミランって、まあ、そんなにハトクマは彼の全盛期時代はボディビルまだ好きじゃないからリアルタイムで見れてない過去の映像とかでしか見れないし、まあ、ここ最近のしかわからないけどやっぱアーノルドクラシックとかオリンピアでも パトリック・ムーアとかがさ、2019かな初めて出た時とかにもなんかすごいさ、優しく迎え入れるような感じで、楽しくポージングやったりとか、ジャパンポロもそうだけど、本当になんかそのファンも、選手も、みんなを楽しませるユーモアがあって、もうエンターテイナーってこういうことだよね、みたいな。こういう人だよね、みたいな。すごい人間味溢れる。まあちょっとたまにさ、変なインスタの映像とかあげるけど、 そういうところも含めて、ハトクマはね、勝手にボディービルのアイドルってまあ呼んでたんですが、うん、っていう、だから、ね。皆さんぜひ、あの、セドリック・マクミラン、ハトクマよりもね、詳しい人いっぱいいると思うので、えー、コメントとかいっぱい書いてもらえればと思います。はい。ということで、まあ今日はですね、あのー、セドリック・マクミラン、偉大なボディービルダー、ザ・ワンと呼ばれた男が、44歳という年齢で、 この世を、えー、去ってしまうという悲しい出来事についてのお話でございました。それではまた皆様次回の動画でもお会いいたしましょう。バイチャン。 What's my name? <laughs> Jesus. <laughs> Jesus is born again.